元参院議員でお笑いコンビ浅草キッドの水道橋博士が7月から仕事に復帰することを公式サイトで発表した。博士は昨年7月の参院選で当選したものの、体調不良のため今年1月に辞職していた。公式サイトには今月1日付で昨年10月より心身の不調につき休職をしており、した水道橋博士でございますが、現在順調に回復に向かっており、今年の4月からは朝日芸能の連載を再開しておりましたが、他のメディア関係のお仕事は7月から再開いたしますことをご報告申し上げますと発表した。